かなかいい目をしているね。今後が楽しみだ。さてと、先週はユニットのリーダーを選んでもらったわけだが、今週は残りの2人を選んでくれたまえ。説明していなかったかな。君には3人編成のユニットをプロデュースしてほしいのだよ。我が事務所のアイドルたちは残念ながらソロで活動しても今まで芽が出なかった。しかし先週君に選んでもらったリーダーと3人で互いに高め合うことで、これから秘めたる能力を開花させてくれると私は信じている。もちろん君のサポートは不可欠だがな。女の子たちには今後は3人で活動してもらうと事前に私から伝えてあるから心配はない。それにみんなはすでに顔見知りだ。小さい事務所だからね、一緒に仕事をしたことこそないが、プライベートでは友人同士なのだから、3人での活動にもさして問題はないのではないかな。うん、そういうことになるね。ありがとう。君ならそう言ってくれると思っていたよ。ではプロデュースする女の子をさらに2人選んでくれたまえ。なんというか斬新だね。いや、新しい発想だよ。今君が選んだ2人、リーダーの彼女、そして君、この4人は今日から一つのチームだ。みんなで心を一つにして活動していってくれたまえよ。では早速初顔合わせといこう。3人の女の子たちを会議室に呼んでおくから、君もすぐに行って活動を開始したまえ。おはようございます。おはようございます。如月千早です。よろしくお願いします。歌うことに関しては誰にも負けないようさらなる精進を重ねるつもりです。関係のない話は時間の無駄かと。とにかくよろしくお願いします。リーダーとしてこれからもよろしくね。困ったことがあったら少しは相談に乗れると思う。あ、はるかちゃんはリーダーなんだね。楽しいユニットになりそうで安心したかも。ユニット名ですね。名前がつくといよいよ新しく始まる。
ット結成おめでとうございます。今週も私が陰ながらサポートしていきますのでよろしくお願いしますね。はい、では早速ですけどスケジュールを決めちゃいましょう。今週は超ダンスレッスンとビジュアルレッスンに挑戦してみてくださいね。ちなみに超レッスンは普通のレッスンよりもちょっと長めにレッスンができるんですよ。そのため効果も高いですがマニーコストもその分お高めになります。でも今週もユニット結成記念ということで事務所のへそくりを使ってくださいね。趣味で選んじゃってください。最初から全ての衣装が揃っていたら思いがけず新しい衣装に出会う楽しみとか、次はどんな衣装が入手できるかってあれやこれやと妄想しまくる楽しみがなくなっちゃいますよ。そうです、例えば私なんかは日々これ妄想って感じで、一日の楽しみの8割が妄想だからそれを奪われるなんてありえないです。もうやだプロデューサーさん、今のは冗談ですよ。本当は7、6割ぐらいです。とにかく想像の余地があった方が楽しいと思いますから、エクステンドの衣装は今後の活動を通してプロデューサーさん自身で手に入れてみてくださいね。わあ、みんなで着る初めての衣装が決まるんですね。あ、すみません、大きな声出して。でもどんな衣装になるのかドキドキです。プロデューサーさんのセンスに期待してますね。プロデューサーさん、コーディネートについて説明が必要ですか？はい、お任せください。ではこちらに注目してください。コーディネートですが、実は複数設定することができるんですよ。コーディネートを切り替えたいときは L1 ボタンと R1 ボタンで行ってくださいね。ただここで一つ注意してほしいんですけど、最終的にステージで使用するコーディネートは完了した時点で選択されているコーディネートの内容になるんです。ですからしっかり内容を確認してから完了してくださいね。はい、ではプロデューサーさん、今から実際に衣装を選んでみてください。またステージ衣装以外にもアクセサリーなどが選べるので
自由に変更してみてくださいね。ないのですが、これはプロデューサーさん、素敵な衣装を選んでくれてありがとうございます。複数人数でのレッスンは今まで経験がありません。他の二人と息を合わせながらいかに自分の技術を磨くか。不安はありますが、トライしてみます。難しいことはよくわからないけど、一緒に頑張ろうね、ちはやちゃん。はい。でも、みんなでレッスンなんて初めてだから、いつもより緊張します。でも、覚悟を決めなきゃですよね。私、みんなの足を引っ張らないように、頑張ります。ユキホ、不安なのはみんな同じだよ。だから、三人で助け合って、一緒に頑張ろうね。はい。ここは私の出番ですね、プロデューサーさん。だってプロデューサーさん、このレッスンも初めてでしたよね。だから私が説明しなくちゃと思って、密かに先回りしていたんです。はい、ドドンとお任せください。それでは、よーく聞いてくださいね。ビジュアルレッスンは女の子たちにいろいろな感情の表現の仕方を教えてあげるレッスンです。まず画面の下に色のついた可視パネルが表示されます。その後いろいろな色のついた感情パネルがたくさん現れて画面を動き回りますから、可視パネルと同じ色の感情パネルを左スティックでカーソルを動かして丸ボタンで捕まえてください。違う色の感情パネルを捕まえてしまうと失敗になりますから気をつけてくださいね。どうですか、プロデューサーさん。ビジュアルレッスンはこれでバッチリですか？とんでもない。お役に立てて何よりです。そ
それじゃあ、私は先に事務所に戻ってますから。レッスン、頑張ってくださいね。お願いします。わかりました。理解できました。楽しくですね。わかりました。はい。激しくですね。できました。楽しくですね。バッチリでしたね。なるほど。理解できました。激しくですね。なるほど。理解できました。切なそうですね。なるほど。間違えちゃいました。ありがとうございました。みんなでやるとレッスンも楽しいですね。また教えてくださいね、プロデューサーさん。お呼びですか、プロデューサーさん。もちろん、プロデューサーさんにレッスンの進め方をご説明するためです。プロデューサーさんをサポートするのは、私の大事な仕事ですから。はい。大船に乗ったつもりでお任せください。それでは、よーく聞いてくださいね。ダンスレッスンは女の子たちにダンスのステップを教えてあげるレッスンです。レッスンを始めると最初にイントロとしてダンスのテンポを取るための音が4つ流れます。5つ目の音からがダンスレッスンの本番ですから、このイントロでリズムに乗ってくださいね。レッスンでは L1 ボタンとR1 ボタンを使います。L か R の文字がパネルの上に表示されますから、L なら L1、R なら R1 を、表示されているパネルが光るタイミングに合わせて押していってください。例えば、こういう場合は、L1、R1、L1、L1 の順でテンポに合わせてボタンを押していきます。表示されていたステップ分の時間が終わると、すぐに次のステップが始まりますよ。イントロが終わったら、そのままのリズムで、R1、R1、L1、L1。時々テンポが変わりますから、最初のイントロのテンポはしっかり聞いてくださいね。どうですか、プロデューサーさん。ダンスレッスンはこれでバッチリですか？とんでもない。お役に立てて何よりです。それじゃあ、私は先に事務所に戻ってますから。レッスン、頑張ってくださいね。お願いします。
します。すみません、プロデューサーさん、これじゃ教えがいないですよね。今までは一人での活動だったので、同じ立場のみんなと動くのは不思議な感覚でした。いえ、どちらかというと違和感が。いえ、別に嫌だったわけでは。私にとっては一人でいることの方が日常だというだけです。仲間、そうですね、悪くはないです、決して。ですが、楽しむだけというわけにもいきません。明日からは一層気を引き締めて臨みたいかと。私一人だときっと何もできなかったです。みんながいてくれたからなんとか頑張れました。頑張らないとって思います。
よろしくお願いします。お疲れ様、諸君。みんなすっかり打ち解けたようだね。今後もこの調子で頼むよ。今後は出会った人たちにファンになってもらえるよう、全員で力を合わせて活動しなさい。ところで、これからの活動について私からのアドバイスは必要かな？ではよく聞いてくれたまえ。この先楽曲の売り上げを上げることが君たちにとって非常に重要な意味を持つだろう。そこで覚えていてほしいのだが、ファンの人数や注目度は楽曲の売り上げに密接に関わってくるのだよ。そうだ。しかし地道なレッスンや営業だけではファンや注目度の爆発的増加は望めない。様々なスケジュールの特性を考えて今後のプロデュース計画を立てなければならないよ。例えばオーディションは注目度が上がりやすく、フェスやライブはファンが増えやすい。こう言うとライブとフェスの違いはないように聞こえるが、ライブは開催するのにマニーコストがかかるからね。財政事情をよく考えて開催するんだよ。ああそうだ、フェスはマニーコストがかからず主催者から報酬が支払われる。いやそう甘くはないぞ。フェスは君たちのライバルも参加しているので観客の関心が分散しやすく、楽曲のスコアが上がりにくくてステージも成功させにくいという欠点があるから注意したまえ。また全国オーディションはエリアオーディションと違い全国に影響があるので活用してみることだ。どうだね、複雑だが分かってもらえたかね。頼もしい返事だね。それではちょうど来週全国オーディションが開催されるらしいので、ぜひそれにチャレンジしてみてくれ。オーディションに合格すればテレビに出演して番組で歌を披露できるのだよ。もちろん合格できなければトローに終わるが、失敗を恐れてばかりいては前に進めないからね。お疲れ様でしたプロデューサー。明日もよろしくお願いします。みんなもお疲れ様でしたプロデューサー。それにみんなもお疲れ様。君も疲れただろう。3人ユニットのプロデュースは苦労も3倍だからね。無理をお願いしてしまって悪いが、君ならば任せられると思ってのことだ。困ったことがあれば私でも音無君でもいつでも相談に乗るからね。期待しているよ。